続きやっていきます。なんか BGM の音程が悪いな。レコードが古いからじゃない？変な夢？気になるな。聞かせてくれ。フィクションだよな。俺にはなぜか実際に起こったように聞こえたな。そんじゃ、今日もがっつり餌を取っていきますか。こんだけ取れれば上等。今日は昨日よりもたくさん釣ってこう。釣ってみたのは初めてだな。って湖で釣れるの？そういえばスロスタは現実で釣りしたことあるの？ああ、あるぞ。毎年秋になったらハゼを釣りに行ってる。ハゼ？あんまり聞かない魚だな。こんな外見の魚で大きさは物によるがだいたい10センチ。唐揚げにして食べるとうまい。私が釣る場所では1時間で、15匹ぐらい釣れるから、じーっと待つことはないな。食べるにしろ釣るにしろ、いろいろと都合がいい魚なんだね。熊の実ゲット。なんだ、今手のようなものが見えた気が。これは鍵？どこの鍵だろう？もしかしてこれ小屋にあった蔵の鍵の一つじゃね？そうだとしたら残り二つもこの湖の中にあるのかな？カラスが多いような。カ
カラスの鳴き声は不幸の前触れ。不安を感じる。こいつ釣りバカ日誌に出演できんじゃね？これが俗に言う強制イベントってやつか。ちょっと違うかな？ええー、夜釣り。ただでさえここは不気味だっていうのに。夜に釣り、スロスタ、行く気じゃないだろうな。行くに決まってんだろ。夜釣りもまた楽しいもんだぞ。なんせ昼間と違い独特の、静けさを、感じるからな。う、クワバラ、クワバラ。おお、思ったよりも雰囲気が出てるな。何かが出てくる予感しかしねえ。残り短い釣り旅行、夜だろうがとことん楽しむぜ。もう帰りたい。さっきまでの息を移動した。カジキを釣りました。この湖、もはや魔境と言わざるを得ない。あれから夜釣りを続けましたが、これといった展開は起こりませんでした。やっと帰れる。早く寝たい。魚の音にビビってただろ。こちらこそありがとう。寿司食えに行きてー。
こっちに来て魚しか食ってないのに、まだ食べるのかよ。こうやってミミズを取るのも今日が、最後か。しっかり取り組もう。急にこういうイベント起きるの、怖い。で、何に当たったんだ。なあ、これ動物の骸骨というより。頭を抱えてる人の骸骨に、見える。相棒の言う通りだ。まずは残り短い釣り旅行を、楽しもう。これ見てよく速攻で切り替えれるな。さあ最後の釣り旅行だ。この景色を堪能しつつたくさん釣りましょう。相棒の言う通りだ。まずは残り短い釣り旅行を、楽しもう。長い休みが終わるのか。私もそろそろ新しい就職先で、働くことになるので同じ気分です。なんというか、すっきりしない終わり方だな。でも相棒の言う通り、ここはなんか危険な匂いがする。急いで出発するべきだと、思うよ。
エンディング B、ノーマルエンドです。次回、すべての真相を見ていきます。お楽しみに。